珍しいトンビだな。ムーミン谷のお寂しトンビだ。ムーミン谷？おお、あれがか。へんてこな生き物がトサトサと住んでるよ。ほほう、面白そうだな。のどかで平和そうな町じゃないか。まあ、大冒険を求めるキャプテンにはつまらない谷間だ。そりゃまだわからんさ。私はここで降りる。この月だ。あと頼んだぞ。行ってらっしゃい。私はキャプテンだよ。よろしく。なるほど、これは君の住んでいる町か。うん、あの家に住んでる人も風変わりだけどいい人なんだ。ヘムレンさんって言ってね、世界中のキットを集めてるんだ。あと1枚で揃うらしいよ。なるほど、これだけ集めるとはちょっとした人物だね。あれはジャコネズミさん。すべてが無駄であることについてっていう本をいつも読んでるんだ。あれが僕の家さ。お？パパはこの3年間青春時代の思い出を書いてるんだけど、まだ1枚も書けてないんだ。うん、パパ、お客様だよ。世界的英雄なんだ。英雄？そいつは素晴らしい。ママ、大変だ。表に英雄が。はい、だからこうしてお出迎えの見出しなの。早くしないと悪いと思うよ。はいはい、分かっておりますよ。何の匂いだ？ほら。さあさあどうぞ。さあお食べになって。いや、これはいい、うん、はい、どうぞ。お、うん、これ食べて、うん、いや、キャプテンどうぞ、うん、天才。あ、私？さよう。世界中を食べ歩いた私の言うこと、間違いはありません。まあ、私。いや、さすがはキャプテン。でに、天才は天才の心を知る。いや、まったく。うん？戦いや冒険、お料理、これすべて体力、時間の無駄になるだけじゃ。お言葉ですが、人にできない経験を持つことは人にない思い出を持つということでいいじゃないですか。思い出などあなたの切手と同じに無駄なことじゃ。ひどいことおっしゃる。ジャコネズミさん、冒険旅行のいいところはやはり素敵な品物が手に入るということです。あなたにはこれをプレゼントしましょう。おいおい、ヘアブラシ。セビリアで手に入れたものです。
あなたの無駄毛をきれいにすくのは無駄ではないと思いますよ。静電気というやつですな。これは無駄かもしれません。なんたる侮辱。やれやれ、あの人ももう少し素直だといいんだがね。そうだ、あなたにこれをプレゼントしよう。お、これはホッテントット郵便局の記念切手。ほお、そんなに珍しいの？いや、これで私のコレクションが完成なんです。ヤッホー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 。お、ヤッホー。はて、どっから来たのかな、この帽子は。きっと天からの授かり物ですよ、ムーミンパパ。わしは一つは持ってるが、プレゼントを受けるのは嬉しいもんじゃ。ん、こらこら、いい帽子ですな。本当にどこから来たんでしょうね、その帽子。似合うかね、ママ。でも新しいから素敵ってもんじゃないわね。ジャコネズミさんでもあげたらどう？そうだな。じゃあお前届けてあげなさい。はいはい。見て。あ、パパ。何？詫びの印に帽子を？はあ、ちょっと大きいかもしれませんけど、きっとお似合いになりますわ。帽子などかぶるだけ無駄じゃん。あら、そうですか。待ちなさい。せっかくくれるというものを返すのも無駄じゃ。ここに置いていきなさい。それじゃどうぞ。本箱もわざわざ買うのは無駄。この代用品に入れてもいいじゃろ。パパ、どうして頭痛くなったの？あの帽子をかぶってしばらくすると痛い。じゃあ、はい、ドリアン、午後の秘策をするかな。秘策とは哲学すること、考えることじゃな。はじゃ、はじゃはじゃ。無駄という字が役に立つという字に変わってる。こんなことをするのはヘブレンのやつに違いない。とんでもない、私の仕業だなんて。とぼけても無駄じゃ。あんたはいつもわしに反対意見を述べる。反対する人間が犯人に決まってる。そりゃ誤解ですよ、誤解。嘘つき、わしも仕返ししてる。何をなさる。いや、1ヶ月かかっても終始できんように、相手のカクテルを作るんだ。どうみー、これかぶってみたら。そんなの似合わないわ。いい。よしてよ、ムーミー。意地悪。意地悪ね。ほどほどにしない。しょっちゅうないから。ごめんごめん。あれ、何よ。髪の毛。そうに、それでミーはどうしたの？泣いて帰っちゃった。もう僕とは絶交だって。ムーミン、確かにお前のせいじゃないんだろうな。ただ帽子をかぶせただけなんだよ、パパ。私はムーミンを信じますよ。私もそう思う。もういいんだよ、パパママ。女の子なんて分からずやさ。いくら説明しても聞いちゃくれないんだ。ほほう、威勢がいいな。キャプテン、聞いてたの？ああ。これからチビのミーのところへ出かけてね、今聞いたことをそっくり伝えて誤解を解いてやろうと思うんだ。いいよいいよ、わざわざ言ってもらっちゃ悪いもん。いいよ。
遠慮するな、言ってやるよ。あ、キャプテン。キャプテン、なかなかの人物のようだね。ほんとね。バカだな。どうして？本当はミーに嫌われたくないんだろ。うん。さあ、行こう。いいかい、抜けた髪の毛はすぐに生えてくる。しかし友情というやつは一度捨てたらなかなか元には戻らん。うん。ミーと会ったら誤解の解けるまで一心に説明するんだね。うん。良くないようだぜ。僕自信ないや。ムーミン、これはセビリアの床屋でブラシと一緒にもらったヘアトニックなんだ。さあ、これをお見舞いに持っていくんだ。うん、ありがとう。じゃあ、うまくやれよ。成功を祈る。ごめんか。ねえママ、ムーミンもキャプテンにすっかり懐いたようだ。このままずっとここで暮らしてほしいもんだが。ほんと、でもいずれここから出ていく方ですからね。人には運命というものがありますからね。で、今日も一日終わりました。ムーミンのいたずらだな。ムーミンの声だわ。あれ。やあ、ムーミン。キャプテン、早く助けてよ。まあ、急ぐな。やっぱり。あの帽子のせいですわ。私たちのうち、このままじゃどうなるのかね、ママ。そうね。うわーい。あはー、それうん。うん。私の帽子があの帽子に似てるからって、そう邪険にすることはないじゃないか。
ええ、ですからこうして同じお部屋で食事してるんですわ。新聞広告出したんだからすぐ持ち主は見つかると思うよ。そう願いたいな。お？噂をすればなんとやら。これを見ましてが、あの帽子は私のものなんです。やれやれ、これで一安心です。どうぞ。これはまさしく私の帽子。いや、大丈夫。私は魔法のサーカスの団長です。これは魔法の帽子っちゅうわけで。魔法の帽子？さあよ。私のサーカス団が明日からこの谷で興行を行います。よかったらぜひ見にいらっしゃい。後で楽屋でいいものを差し上げましょう。わーい、キャプテン。いけませんよ。なんで？あの方にはご自分の仕事があります。あんまりつけましてはご迷惑ですよ。わかってるさ。だから頼んで一緒に冒険旅行に連れてってもらうんだい。うーん、ママの言うことを聞きな。やだい、やだ。坊やよく来たね。そう、あったあった。うん、サーカス面白かったかね。うん、とっても。でも団長さんのプレゼントも楽しみだな。そのことだがね、どうだろう、私たちと一緒に来ないかね。それがプレゼント？ダメだよ、僕はキャプテンと冒険旅行に出かけるんだもん。そうかい、それは残念。うん、何するんだよ。すごいじゃないか、パパに言いつけてやるから。いや、スニフ。君は誰だよ。慣れ慣れしくしないでよ。気持ち悪いな、もう。冗談言うなよ、スニフ。あのサーカス団の団長ってひどいやつなんだ。気持ち悪い。あんた誰？あんた誰？ふざけないでくれよ、本当にもう。ふざける？別にふざけてなんかいないよ。ちょっと待ってくれ。いいかい、君。これが君だよ。これが僕。今時自分の姿を知らない人珍しいな。違うよパパ、あいつのせいだ、団長のやつが。うん、ここにお邪魔してましたか。さあ早く来なさい、サーカスは出発するぞ。パパ助けて、この人僕をさらう気なんだ。来ないか。この団長は人さらいの専門家なんだよ。バカなことを言うんじゃない。この子はちょっと頭が変でしてな。いや、どうもお騒がせしまして。さあ来い、来るんだ。キャプテン助けて。キャプテン、キャプテンなら僕がムーミンだってわかるよね。お、君がムーミン？キャプテンたら。キャプテンなんとか言ってよ。キャプテン。どうしたの、賑やかなことね。ママ。あ、ママはどう思います？この変な子がムーミンだと言ってるんですが。この子、ムーミンですって？キャプテン、ママになんか別れしないよ。けがらわしい、お前はムーミンの偽物だ。なんてことなさるんです。この子はムーミンですよ。私にはわかります、この子はムーミンです。そんなバカな。ママ、キャプテンなんか嫌いだ。しまった、バレたか。ムーミン。ムーミンだわ。ムーミンだよ。貴様、何者だ。わしか、わしはな。この間の仕返しをしたかったのよ。あの時のアリ地獄。あばよ。必ず捕まえますよ。ああいうのを退治するのが私の役目ですから。い
お世話になりました。お気をつけて。トン、さっさと行っちゃえ。見損なったよ。ムーミン、なんてこと言うの。だってそうじゃないか。嫌いだ。さっさと消えちゃえ。行っちゃえ。お元気で。ムーミン。なんだよ。キャプテンはお前だってことは分かってて嘘をついたんだよ。え？そうでもしないとお前はキャプテンについてくって聞かなかったろ。だからわざとママに任せてキャプテンは旅立ったのさ。ママ本当？ええ、あの人はそういう方ね。キャプテン。いいところじゃないか、ムーミン谷は。ねえ。